長篠での直政の活躍は目覚ましかった。だが彼はますます孤立を深めていく。直政の厳しすぎる姿勢は徳川陣営にはなかなか理解されなかったのである。そんな中、長篠で徳川と共闘した天下人織田信長が配下の明智光秀に討たれ死去。天下を束ねる者が消え、日の本の各地で領土争いが再燃する。織田が支配していた甲斐信濃の旧武田領も徳川、上杉、北条、真田の格好の標的にされた。この領地争いを優位にすべく、家康は上杉と連合、直政ら主力を率いて万全の体制で旧武田領に侵攻した。新生の将、天正神武の乱。最善を尽くす、それだけだ。やってみろ、新入り。した新入り、自分が皆から敬遠され、寂しいとかくだらない。俺はいつも徳川のことしか考えていま。忠勝様、いつからなんですか。徳川の将が皆傷を恐れ弱くなったのは、三方ヶ原の戦いでは皆果敢に戦ったと聞いています。なのに今はダメです。ダメすぎます。皆も三方ヶ原を経験しておらぬ新入りに言われたくはなかろうが、あの地獄を経験したからこそ皆慎重になった。そして団結するようになったのだ。独りよがりの突出が引き起こすは悲劇。徳川の将は皆分かっておる。一人を除いてな。あなたも回りくどいですね。俺の行動が間違っていると言いたいんでしょ。だったら俺以上に働いてください。俺以上に徳川に対して最善を尽くしてください。無傷ばかり誇ってないで、名誉の傷の一つや二つ作ってください。少子、拙者が目指すはただ勝利のみ。傷を作るために戦をしているわけではない。存分に死地に飛び込め、新入り。その傷が致命傷にならぬことをせいぜい祈ろう。
信長様の給料は渡さぬ。英雄上杉と協力し北条真田を駆逐せん。開門。家康様は織田信長の死を超えたがっている。俺も徳川のため最善を尽くす。徳川軍の方々、これよりは一致団結し次の空き巣狙いを追い払いましょうぞ。家康様と上杉景勝、どちらも守るべし。陥没成し遂げてみせる。てめえのずる賢い戦には期待してるぜ。お待たせ。真田の御役、両国一尊信号へ。敵は北条と真田か。侮れ。最善を尽くしたまで。上杉と共に進めよう。西を逃れたか。執事ヶ崎館で迎え撃て。あれしかの敵、俺一人で十分。九代の方々の力は足りません。開門。新入りの手紙を拝見させてもらおう。あの者、味方と連携ができていない。徳川を崩す糸口を見つけた。味方の神父城が敵に狙われておる。早めに排除せねば。まで。
ち取った。記憶に留めん。ナオマス水産。無念じゃ。マイ。貴様ら程度で、俺に傷一つ残せない。大丈夫です。でも無茶はしないで、ナオマさん。援軍に参りました。味方に向かって攻撃を受けよう。ここは打って出るべし。勇気をください。
赤は雪村の方が似合っている。解放！そんな挑発など無用。どの道真田の長男は撃たねばならない。手間も省けない。武士の情けをもって救援いたす。新入り、自慢の傷と味方の被害をまた増やしたか。味方は勝手に油断して敗走しただけです。あと2回新入りはやめてください。
我らも引くべきかと。父、しんがりはお任せくだされ。うん、雪村なら背を預けても安心よ。撤退せよ。開門。勝利条件変更。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。手足これによる。ここは引くぞ。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。頼もしき同志を得て私は幸せだ。もののけの魂、この槍にて貫かん。よるある者は本田平八に挑め。ついてこれるか。敵将撃ち取った。勝ちましたが不快だ。あの人には一言物申さないと。あわわ、直政がまた不穏なことを。忠勝殿、俺にもう構わないでください。俺が最善を尽くし、徳川が勝つ。それの何が問題。本当にそう思っているのか。お前が最善を尽くすことができるのは何故か。お前がしくじっても怪我で済んでいるのは何故か。お前が見ておらぬところで味方が必死に戦っているからではないか。味方の功を共に喜び、味方の失策を共に補う。それが徳川の戦。そこに不代も外様もない。そして徳川にとっての最善、殿の望むものは一人の力で成し得るものでもない。しかし殿の進む道は険しい。皆で力を合わせて殿の背中を押さねばならぬ。お前とならばと思ったのだが、新入りは所詮新入り。